皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めたいと思いますけれども、今日はですね、名人がスーパー平和堂さんで買ってきてくれましたよ、お刺身を。ということで夏らしいお刺身買ってきてくれたんで、今日のテーマはスーパーの夏らしいお刺身で飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、アサヒスーパードライですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。今日も暑かったからビールがうまい、そんな感じです。はい、一つ目のお刺身はこれ、おいしそうやね。これは生カツオですよ。高知県産のやつやからうまいと思うよ。夏らしいね、カツオの刺身。では早速食べていきたいと思います。はい、では食べていきたいと思います。綺麗な感じのカツオやね。これを醤油にちょこっとつけて、そして生姜をのしていただこうかな。はい、めっちゃうまそう。いただきます。はい、中でとろけたね。これはうまいわ。これはビールに合う。はい、ではもう一切れいただきますよ。ほんと綺麗な感じでいいよね。そして今度はこの刻みわさび、これのして食べたろ。はい、いただきます。はい、刻みわさびもうまいね。うん、どっちもうまい。ビールが進むくん。はい、そして次はハモ。この骨切りしていい感じになってるね。これは愛媛県産のハモですよ。美味しそう。そして付属でね、このからし酢味噌と梅肉のタレ2種類つけてくれてるよ。これまず梅肉の方からつけて食べてみようかな。はい、梅肉つけさせていただくよ。端っこのやつからね。はい、これで食べてみようかな。はい、梅肉うまいからね、俺は好き。ただ名人は梅肉嫌いやと思う。いただきますよ。はい、
酸っぱいところがいいよね。梅好きの人にはたまらん感じ。うん、これはうまいわ。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次の班もいただくよ。ハモンって美味しいよね。夏しか食べないけど。いただきますよ。今度はこのからし酢味噌につけて、そしていただきます。めっちゃ美味しそう。はい、これもうまい。平和堂さんがしっかり骨切りしてくれてるから全然骨感がないよね。めっちゃうまい。ふわふわ。これは言うことなし。お刺身、夏らしくてうまかったね。本当いいお刺身提供してくれてありがとうが言いたいよ、平和堂さんに。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。ユーチンさん、これはですね、キリンの本キリンのショート缶、いつものサルちゃんの定番のビールですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこでなんかハモをパクついてるあのおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、あのおばはん今日夕方仕事から帰ってきてね、玄関ガラガラって言うから、サルちゃんダダダって言ってね、おばはんさん今日もお勤めご苦労様でした。今日はビールくれるんですよね。ねえ、ねえ、昨日の失敗内緒にしとくから、ちょうだい。にやり。っていう感じでやったらね、サルちゃん、それ落としてんの？まあ、とりあえず、普通のビールあげとくわ。って言ってくれたんです。昨日の秘密のことはサルちゃん言えないんでね。まあこれもらったから特に言えないですよ。昨日おばはんが取り寄せてめっちゃ買いすぎて、それで食べきれなくって、実はこの後昨日の取り寄せの残りの唐揚げとかね、惣菜とか焼き鳥とかなんか焼いて食べるらしいよ。まあそのことは内緒やからよう言わんけどね。そんな感じよ。まあ言ったらしばかれるからね。だから皆さん内緒にしといてね。ということで今日は普通のビール普通にもらったサルちゃんです。以上。あ、しまった、俺言うの忘れてた。言っとこう。おばはーん、おばはーん、昨日取り足で買いすぎたなんか焼
焼き鳥とかいっぱい買いすぎて食べきれなかった。おばはーん、今日はそれ内緒にしとくからビールくれてありがとうな。それだけ言っとくね。まあそんな感じで誰も聞いてないことを祈ってるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。まあこの後どうなるか大体俺は想像ついてるけど、まあサルちゃんは確定してるからね、ボロ雑巾が。まあしゃあないね。あ、一応話に出たんで、一応ね、残りの唐揚げとかほら、これこんな感じで、ありますから、これ焼いて食べようかなと思ってますよ。ということで、サルちゃんいなくなったんで、やばい感じなんで、もう今日はさっさと終わりますよ。もうボロ雑巾になりました、結論から言うと。まあ時計見ると、まあそうでもない時間やけど、今日はこの辺にしときます。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。